吉野さん、お疲れ様です。昨年販売開始した FX オリガルヒ、販売スタートした時はコンテンツはありませんでした。専門の YouTube チャンネルも動画ゼロで、ポータルサイトも何も貼り付けてない状態で、それでね、先行価格30万で販売したんですけども、まあ、おかげさまで20件ほど売れたかなっていうところですね。であれから1年経って、今コンテンツはもう結構ね、数百本詰まってますし、それからポータルサイトももう順調に運営されていて、まあ、私のね、モチベーション通り日々の更新も結構なもんです。で、実績者も出てます。20名中目立った人で3人ですね。年収が2000万を超えた方と、この1年間で200万稼いだ方と、それからそこまでは稼いでないけども、まあ、50万ぐらい稼いだ方とね、3人出てきたなっていうところですね。年代も、上は71歳、2歳から、まあ、やってる途中に72歳になった方ね、もう1年経ってますから。それから43歳の女性が一番若い方ということで、55歳の男性が真ん中にいて、この3つが今のところね、オリガルヒの軸になってるってことなんですけども、でも、こういうふうにコンテンツもしっかり詰めて、1年間やり遂げたという実績もあって、しかもこの先このペースで、まあ、少なくとも9年間やるよっていうふうに宣言していることと、実績者が3人出てるってことを踏まえてですね、価格は50万になったんですけども、じゃあ、以前よりも余計売れたかっていうと、まあ売れてないんですよね。うん。まあ単価が上がっていくも、やっぱり価値としてはもうものすごい伸びてるんですけどもね。まあ私のコマーシャルが少ないっていうのもあるんですけど、アクセスが少ないっていうのもあるんですけどもね。うん。まあ以前のようにね、毎回毎回1000アクセスぐらい取れてるような状況で、これやったらあと1桁ぐらい違う売り上げが立ってたのかなと思って、例の速稼塾のね、2017年、18年あたりの年末年始の一発販売、400件売れたやつを思い出したりするわけですけどね。まあでも基本的には、こういう商品出す予定なんですよっていうふうに、まあお話しするところで仮予約を取って、まあその際はね、もう信頼していただいたってことも込みで、まあいくつか、値引きもありかなっていうところですよね。で、正式リリースの時にはもう定員が残りわずかになってるってことと、特典がもうないよってこと。そうですね。まだ商品がない段階での、まあ、見込み発注の段階ではね、うん、やっぱりこういろいろと特典をつけるとか、それなりに配慮するっていうところもいるかと思いますし、まあ、そもそもそれまでの発信がちゃんとできてれば、あ、この人は心を込めたやつをちゃんとやるんだなっていうふうに考えていただいて、商品これから作りますよって公言しても、まあ、ちゃんと売れるんじゃないかなと思いますよね。うん。まあ、その辺はやっぱりこういったコンテンツビジネスやってて、うん、本当気づいたところですよね。商品を作り込んでそれからセールスをすると、売れない時のダメージがでかいことと、その作ってるうちにマーケットのニーズが変わっちゃう可能性があるんですよね。だからやっぱりまずは注文取って、まあ、見込みを確保してっていうところからになるのかなと思うんですね。はい。あ、ちなみにね、なんかどこだったかな、子供の声がうるさいからっていうクレームが地域から来て廃止になった公園っていうのがあるんですよ。うん。そのことについてもちょっとね、また別の機会にお話ししようかなと思いますけども、知ってます？そういうところってあったの。知らない？知ってます？知ってるんですよ。うん。すごいでしょ。なんかね、子供の遊ぶ声がうるさいっていうんでクレーム出したら、公園が、まあ市長がやってきてね、廃止になったっていうね。これは一体、いってらっしゃい。